キャンプクラッシュへようこそ。危ないデコボコ道、ありえない離れ技、正気の沙汰ではない障害物に満ちた160キロの道のりだ。このレースこそホットウィールモンスタートラックチャンピオンカップへの第一歩だ。優勝カップは俺のものだ。僕が参戦すればお預けだな。この勝負受けて立つ。夏が終わる前に3つのバッジを手に入れてチャンピオンカップにエントリーを果たせ。バッジ3つ？ちょろいよ。勝手に言ってろ、ライバルが。挑戦してもらうのは3つの破壊チャレンジ。1つ目はペイントファイト。タイヤのペンキでライバルを汚せ。自分は汚されるな。最後まで綺麗だったトラックが優勝。何をグズグズしてるんだ。ビッグに走れ。 Go Hot Wheel。 ほら行け、降りろと言ってるんだ。ペイントファイト。スタイル、スキル、そしてもちろん破壊力でバッジを手に入れろ。では始めるぞ。位置について、よーい、ファイト。夏が来た。やったね。冬はずっとガレージに閉じこもってたんだ。早くやつらにこのペンキを塗りつけたいよ。意外と呪いね、LSS。 あー、速い走りはお手のものさ。派手に生きろ、ハードにプレッシュ。逃げても無駄だよ。この勝負受けて立つ。ワイルドアーティストのバッジはレースエースで決まりだな。やったね。喜んでる暇はないよ。ちょっと助けてくれない。ペイントファイトが楽しみだぜ。今までは大の苦手だったがな。でも今年は違うぞ。新しい作戦があるのさ。辛抱だぞ、ボーンシェイカー。今は我慢だ。ぶっ潰してやる。大変。ビッグに走れ、ゴー。ホットウィール。マジでうまくいったぜ。これで優勝だな。俺は天才だ。見事に気づかれない。気をつけろ、ビッグフット。今俺が行くぞ。おい、どこ行った。そこにいたのか。待ってろ、今行く。ペイントファイトはライバルをいかに騙せるかが命だ。俺様はビッグフット。その手のことはバッチリだぜ。いやあ、どこへ行く。うわっ、来てやる。勝ったと思ったのに。来年で直すんだな。キャンプは最高だぜ。ぶっ潰すこともできるし、ぶっ壊すこともできるし、突っ込むこともできるからな。楽しいぜ、キャンプは最高だ。潰して吠えろ。これでメガレックスは究極の破壊力バッジを手に入れたぞ。おお、クラッシュへの道、
マジでこの夏はずっとほぼぶっ壊し続けて過ごしたぜ。楽しいに決まってる。え？ペイントファイトって汚してやったぜ。ああ、これがペイントファイトか。わかったぞ。優勝者のバッジは手に入れたようなもの。残るはあと1台だ。出てこいビッグフット。どこに隠れていようと必ず見つけたぞ。汚されるのを待ってたんだなビッグフット。まずいだ。さっき汚れがどうのとか言ってたよな。俺がその汚されたよし、これで俺が強いってのが分かったんじゃないか。以上だ、集まれ。みんなよく頑張った、偉いぞ。だが、ペイントファイトチャンピオンはビッグフットだ。ビッグに走れ、ゴーホットウィール。おー、いい。じゃあ、他の車の成績を見てみよう。まだバッジの数がゼロなら、急いで一つでもゲットしないと。勝負は残りあと2回だ。明日はみんなでダーツで勝負だぞ。幸運を祈れよ、さもないと負けるぜ。再びキャンプクラッシュへようこそ。前回のレースではどの車も破壊力を競い合い、力いっぱいペイントファイトを戦い抜いた。見事1位の座を決めたのはビッグフットだ。今日はキャンプクラッシュ最大の山場、バンパーとバンパーが激しくぶつかり合う過酷なゲームで、彼らがどうしのぎを削り果たして生き残れるか見守るとしよう。さあ行くわよ。ヒートアップしていこうぜ。よし、よく聞けよ。今回のレースは破壊チャレンジの第2ラウンド。この先にはホットウィールモンスタートラックチャンピオンカップでの優勝が待ってるぞ。見るがいい。2台のトラックが猛スピードでスロープを下り、勢いよく飛び出して空中で正面衝突する。どちらが狙い通り中央へ飛べるか、綺麗に着地を決めるか、フィニッシュの出来を競う戦いだ。そう慌てるな。この勝負はよくあるただの空中戦には終わらない。下の地面に書かれた的の中心により近く着地できた車がバッジを手にできる。的が防火加工されてるといいわ。こんなに闘志を燃やしてるのよ。スペアタイヤを積み込んでいけよ。この勝負に何より大切なのはテクニックだ。さあスタートしようぜ。イエーイ。獲物に飛びかかろうとジャンプする時の緊張感が大好きだ。見ててくれ。これは餌の奪い合いなんだ。最初の第一戦は因縁の対決、レースエース対ギャンクスターの勝負だ。俺に痛めつけられる覚悟はできてるか。は、受けて立ってやるぜ。お前を倒すなんて楽勝で、チャレンジとも呼べないけどな。位置について、よーい、バッジは俺がいただくぞ。悪いが無理だ、老いぼれ。な
の対決に勝負がついたな。レースエースが一つ目のバッジを手にした。やったね。クラッシュカメラの映像でもう一度見直してみよう。2台が空中へ飛び出した。一見普通のジャンプに見えるが、レースエースは見事に前後逆向きになって敵の上になった。おかげでギャンクスターは遠くの木立の上へとクラッシュする羽目に。ああ、ジョイ助けてくれ。次に登場するのは残忍な狩人対伝説の一騎打ちだ。タイガーシャーク、ビッグフット出番だぞ。秘密を打ち明けてもいいか。俺はビッグフット。硬い地面の上なら最強なんだが、空中となるとそうはいかない。でもループは誰だって大好きだ。位置についてよーい、クラッシュ。ウフー、怒らせると怖いぞ。おっと、わあ、おおい、おお、おお。この対決の勝者は陸、海、そして空を制した野獣タイガーシャークが2つ目のバッジを手にしたぞ。タイガーシャークが勝てたのはサメの牙による噛みつき攻撃のおかげだ。メガトラック同士の衝突に火花が散る。タイガーシャークは強靭な顎の力を使ってビッグフットが墜落した衝撃をかわし、目標の位置に着地した。それではボードを見て、トップに向かって走ってる車はどれか、逆にアクセルを踏み込んでバッジを手に入れなくてはならない車はどれかチェックするとしよう。レースエースとタイガーシャークの2台は勝利を手に入れ、一歩優勝カップへと近づいたぞ。大接戦はまだまだ続く。デモダービーとメガレックスの対決だ。この私が怖がるとでも？やめてよ。メガレックスは強敵だけど、力じゃなくて頭の良さがものを言う勝負だから。よーっ、バッジが欲しい。キラー、ハードにクラッシュして。バトの中心に着地だ。デモダービーが3つ目のバッジを手にしたぞ。その上、的の中心に着地を決めてボーナスバッジもだ。トップに立つのは誰か。デモダービーのとてつもないスピンがメガレックスにメガな一撃をお見舞いした。最適な角度で体当たりして目いっぱいのインパクトを与え、メガレックスを見事に叩き落としたぞ。メガレックスが叩き落とせたのは3本の枝だけだ。何のね、レイラ、お前もか。勝負を続けよう。イエーイ、証の2色でこれからボーンシェイカーに負ける者はなんだ。お前だ。そんな勢いも消してやる。見てるがいいわ。ビッグに走れ。ゴーホットピー、燃えていけ。ぶっ潰してやる。ぶっ潰してやる。わあ、火花が散ってる。的の中心に着地できるか。私がそうなると言えばそうなるわね。ボーイ、やったぜ。四つ目のバッジを手にしたのはボーンシェイカーだ。待てよ、消防署に帰るのはまだ早いぞ。ファイブアラーム、君の強烈な放水攻撃は工夫に満ちて、みんなに必要な破壊力を備えてる。チャンピオンカップにふさわしい君だけのその個性的なスタイルにボーナスバッジを贈ろう。わお、あはは、ふうえい。的は外したけど、ボーンシェイカーの勝利に水を浴びせられたのはいい気分よ。トラックダーツは以上で終わりだ。トップに立ったのはどの車か、ボードを見てみよう。レースエース、ボーンシェイカー、デモダービーが現在リード中だ。だが破壊の道はこの先もまだ続くぞ。
最後に一つ残ったキャンプクラッシュチャレンジゲームはフラッグをつかめ。明日になれば発射基地を思いのままにできるのは誰なのか決着がつくだろう。ベルトをしっかり締めろ。これから進むのは激しいデコボコ道だ。事故車翔くん、発射ゾーンへよく来たな。ここはクラッシュか、クラッシュゾーンにも増して障害物がてんこ盛りの一帯だぞ。わあ、障害物だらけってことね。先にフラッグを手に入れて持ち帰ったチームのメンバー全員がバッシュバッチをゲットできるぞ。は？フラッグって？あそこだ。これっぽっちか。発射ゾーンなんて大したことないな。クラッシュに強い俺にかかれば。フラッグをゲットしてチームに持ち帰ったトラックには2つのバッシュバッジが与えられる。だがその前に今までのバッジの獲得数を見てみよう。こいつは接戦だぞ。どのトラックにも優勝のチャンスがある。真剣勝負だ。ホットウィールモンスタートラックチャンピオンカップに出場するためにはあのフラッグを手に入れるしかないからな。どんなにぶつけられようとぶつかろうと絶対ゲットしてやる。よく聞け。チーム分けはこの通りだ。赤チームはレースイエス、デモダーリー、ボーンシェイカー、それにタイガーシャーク。対する青チームはメガレックス、ビッグフット、ファイブアラーム、そしてギャングスター。勝ったも同然よね、青チームのみんな。潰してホイール。さあトラックども、位置について、よーい、スタート。あんたなんか石器時代に送り返してやる、メガレックス。邪魔だドキー。行くよ、派手に生きろ、ハードに。これが石器時代だよ。ふん、悪くないね。よっしゃ、いいぞ。おっと、そう来たか。フラッグをゲットするために夏中準備してきた。スピードはもちろん大事だが、いろんな試練を受け入れる備えが必要なゲームだ。そう来たか。おっと、おいチャンピオン、後押ししてやろうと思ってさ。やめろ。ありがとよ。行け、フラッグをゲットしろよ。僕がバッジを稼いでる間ブラブラしてな。俺のガレージの方まで見渡せるぜ。あんな煙が出る罠くらいで俺がフラッグをゲットできなくなると思ったんなら大間違いだぜ。この勝負はいただきだ。おいタイガーシャーク、ちょっと。その声は？煙の罠だ。煙巻いてやったぜ。
まいダジャレだったんだけどな。ああマジでウケたぜ。というわけでメガレックスにはギャグバッジを送ろう。やったぜ。ウフーイエーベイビー。どこから出てきた。これで私が無敵だって分かったんじゃないの。無敵だって言ってなかったか。イエイ。よし、フラッグが見えてきた。独走だぞ。俺が手に入れたも同然だ。失敗するはずがないだろ。そういえば思い出したが、ギャンクスターも同じチームだったな。一緒のチームだぞ。そうか、悪かった。いいからフラッグをゲットしろ。よし、任せろ。まずい。いいぞ。ヒュー。おかげで橋ができた。待て。よっしゃ。チーム全員にバッシュバッジ。タイガーシャークは2つ獲得だ。やったぜ。よかった、タイガーシャークのお手柄。あれ、レースエースは。お、やったな、勝ったぞ。ちょっと勘弁してよ。おめでとう。いいぞ、モンスタートラックたち。キャンプクラッシュを生き抜いたな。ギリギリでバッジの獲得数を見てみよう。ほら、ご覧の通り、ホットウィルモンスタートラックチャンピオンカップを目指すのはこのモンスタートラックたちだ。レースエース、デモダービー、ボーンシェイカー、そしてタイガーシャーク。やったぜ。タイガーシャークは優勝カップまで残りタイヤ1回転分だ。クラッシュのメンバーたち、待ってろよ。目指すはパニックマウンテンだ。ワクワクするぜ。いいか、この山で待ってるのはダイナマイトの間を走るモンスタートラックレースなんて超えるパニックだ。しかも山のてっぺんにあるのはぶっ飛んだクラッシュフィールドだぞ。このボーンシェイカー様のための舞台だな。楽勝だってのカップは私がもらうよ。僕に勝ったらの話だろ。無理だけどな。決めつけるのは早いぜ、レースエース。今回はみんなのためにちょっと特別な企画を用意した。待ってろよ。今年のキャンプクラッシュは異次元の絶叫クラッシュパニックに挑戦してもらうからな。そのつもりでいろよ。ここは危険だらけだ。喜んで尻尾のマフラーを振ってる場合じゃないぞ。クラクラする崖、障害や罠、おまけにとびっきり画期的なプランを用意した。画期的なプランって。今回のレースは2台1組でチームを組んでトップを目指してもらう。マジで。言った通りさ、激突やクラッシュが待ち受ける大変なコースを走るとき、パートナーがいたら最高だろう。チーム分けを発表する。一組目はレースエースとタイガーシャーク。俺を怒らせると怖いぞ。ファイブアラームのパートナーはギャンクスター。マジで？スタ
ーになるのが怖いか？ベトベトにしてやる。燃えてる私には無理よ。ビッグフットとチームを組むのはボンシェイカー。ぶっ潰してやる。クラッシュをくれ。そしてデモダービーはメガレックスとだ。潰して吠えろ。派手に生きろ。ハードにクラッシュしてチームのモットーさ。最初から超難関が待ってるぞ。まずは第一のチェックポイントを目指せ。一つ失敗すればゲームオーバーだ。すべてのチェックポイントをクリアしてクラッシュフィールドに着いた上位2チームがチャンピオンカップをかけた決勝戦に進める。一つだけ大事なのはチームのメンバーが2台ともチェックポイントに着くこと。だから力を合わせろよ。やってやるぜ。最後にもう一つ、クラッシュフィールドに最初に着いたチームはチャンピオンカップに近づく大きなリードをゲットできる得点ありだ。全力でチャレンジしろ。レース開始だ。忘れるなよ、ビッグに走れ。ゴーホットウィール。パニックマウンテンに潜むモンスターの話をし忘れたな。まあいいか、今にわかる。レースエースとタイガーシャイクのチームがわちゃわちゃの森に入ったぞ。罠にかからないよう気を抜くな。気を抜いちゃダメだな。だな。わお！俺が走った通りに走ってればあっちゅう間にチェックポイントにつけるってもいいよ。おい、なんだと？いつからお前がリーダーになった？俺を信じろ、ボーンシェイク。早いのは俺だ。ボーンシェイカーだ。え？通行止め？そんなのおかしくないか？しっかりしろよ、おいぼれ。ビビってんのか？リーダーについてこい。ああ、俺がリーダーなのに。あばよ、岩とも。勝ったも同然だね、メガレックス。あばよ、キドも。おお、史上最高にハッピーさ。メガレックスと私のチームが絶対優勝。力を合わせればこのパワーは誰にも止められない。ビル、着いたぞ。行くよ、兄さん。派手に生きよう、ハードにクラッシュ。そんな。おい、ハードにクラッシュの続きはどうした？そんな。やば。ハハハ、朝に吸う新鮮なベタベタの香りは最高だぜ。なんなの、この匂いは。ベトベト、ベトベト、ベトベトだ。ヤングスター、あんた臭いわ。こいつは勝利の匂いだ。もうその匂いは消さなくちゃダメね。え、どうする気だ。そろそろ洗車の時間ってこと。やめろ、やめろ、やめてくれ。ヤングスターとファイブアラームはチームワークのコツを探ってるところらしい。ちょっと待った、何かがおかしい。引き返そうぜ。カブレターを後ろ前にする気か。そいつは負けだ。冗談じゃねえ、この勝負絶対勝つんだ。ぶっ潰してやる。ははこのボーンシェイカー様が一番に決まってる。おい、デモダービー、味方がいたぜ。行ってみよう。無理だよ。え、どうして。ただのちっぽけな橋だろ。分かってるって。だけどこんなしょぼい橋、不便でダサくて、ここを渡って向こうへ行くなんてバカげてる。私には似合わない。それに下を見るととんでもなく深い谷じゃないのさ。ここで錆びてくからほっといて。ちょっと待てよ、いいこと思いつきそうだ。だけど目にはしっかり見えてる。いいことって言った？ええ、ここで待ってる。こいつならどうだ、グッといけてんじゃねえか。うん、これなら使える。
おかげで便利に華麗に向こう側にひとっ飛びできるよ。間違いねえ。派手に生きよう。ハードにクラッシュして。戦闘チームのゴールインだ。デモダイビーとメガレックス、これでクラッシュフィールドでのめちゃくちゃハードで熱い決勝戦に一歩近づいたぞ。その先にはチャンピオンカップだ。やったね。見事だったぜ。やるな。3番手の到着だ。ファイブアラームとギャンクスター。ちょっと何があったのさ。この通り綺麗に現れちまった。もう落ち着いて、大きな赤ちゃん。ピカピカだ。ピカピカになっちまった。俺たちビリかよ。最悪だ。うわ、どうしちゃったの？タールにはまった。タールの沼が？タールの沼があったのに俺はピカピカだとは。タールの沼？このコースにそんなものはないはず。道を間違えたんだ。やっぱりおかしいと思った。全員最初のチェックポイントにたどり着いてここまではクリアした。でも忘れるな、誰が優勝するかはわからない。キャンプクラッシュは今幕を開けたばかりだ。